初日8レース走られます青森の新澤選手です。よろしくお願いします。お願いします。まずは前走の四日市記念優勝おめでとうございます。ありがとうございます。約2年ぶりの優勝ということで、やっぱり優勝がないのがすごく引っかかっているということでしたけども、2年ぶりの優勝はどうだったでしょうか。あんまりなんか優勝した時には実感がない感じでしたね。今もないんですけど、まあでもこう中野くんと一緒に走れて初めてうまくいったので、次はワンツーできるような、はい、形にしたいなと思います。やっぱり優勝っていうのは一つ、まあ、大きなこと大事なことだと思いますけども、やっぱりその中でも自力で取りたいっていう気持ちがやっぱりありますかね。ありますね。やっぱり自力で、まあ、よく言えば選考で、自分がやってきている選考で、はい、取れるとなお嬉しいですね。まあ、今回その記念から中7日ですね、1週間ほど空けましたけども、この G1 に向けてはどういうふうに準備されてましたでしょうか。まあ、終わって前半は少し追い込んで、後半少し流し気味に疲れを取るような感じできました。まあ、この競輪祭は決勝にも優勝もしているし、決勝も何度も乗っている、まあ、いい大会だと思いますけども、やっぱりこのドームっていうのはやっぱ走りやすさっていうのはありますかね。そうですね。天候に左右されにくいですし、いつも自分のスタイルを出しやすいコンディションなので、まあ、かなり自分向きなのかなと思います。まあ、賞金ランキングは優勝で7位に上がりましたけども、まあ、もちろんタイトルを取って決めるっていうのが一番だと思いますけども、やっぱりそのあたりもしっかりと意識をしつつ自分のレースをするっていうのがありますかね。まあ、賞金はあんまり意識したくはないですね。あんまり守りの競争はしたくないので、ガツガツ攻めていくようなレースしたいです。まあ、レースもしっかりと攻めて、おひげも生えて、ちょっとかっこいい、よりかっこよさ、渋さが出てきて、少しちょっと見た目から怖さ出してとか、ね、簡単にまくらせないぞという、清水選手は似合ってないって言われてましたけど、いや、あれ嫉妬ですね。嫉妬ですね、やっぱり。明日のレースは、まあ、北はお一人でなりますけども、まだ和田選手とはお会いしてない。まだ、はい、会ってないですけど、まあ、ついてくださればしっかり、ね、自分のレースで頑張ります。わかりました。では6日間ご走ですね、長い戦いになりますけども、意気込みを最後にお願いします。はい、優勝を狙って一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。